はい、こんにちは、リョーフィットネスのリョーセです。皆さん、ピザはお好きですか？チーズがとろりととろけて濃厚な熱々のピザ、美味しいよね。でも、ダイエット中だからピザを我慢している。だけど、ピザを食べたいと思っているあなた。今回の動画を見ていただければ、ダイエット中でもピザを食べられて、しかも代謝を高めて痩せやすくしてくれるというダイエット専用のピザレシピを知ることができるよ。そこで、今回は通常800キロカロリーするピザを、なんと、カロリー半分以下の274キロカロリーで食べれるオートミールピザを紹介していくよ。ぜひ最後まで見てみてね。それでは早速、オートミールピザを食べて4ヶ月で13キロ痩せられた現役のプロトレーナーがレシピを伝えていくよ。レッツゴー。今回使っていく食材がオートミール 30g、 しめじ3分の1、ピーマン、鶏胸肉 100g、 コンソメ、水、胡椒とね、バジル、そしてピザには欠かせないとろけるチーズ、そしてケチャップ、こちらを使っていこう。ではまず鶏胸肉をね、こう包丁で、包丁、鶏胸肉をね、フォークでぶっ刺していく。数箇所穴開けていく。でこうすると柔らかくなるから。そしたら600ワットの電子レンジで2分から3分温めていこう。鶏胸肉温めてる間にキノコとね、あのピーマンとかを切っていこう。キノコはね、ほぐして、ピーマンは輪切りね、輪切りにしていく。ピザに乗ってるピーマンって輪切りだとなんか美味しそうに見えるよね。あ、ピザだ、ピザに乗ってるピーマンだってあるよね。ピーマンとしめじもあらかじめ電子レンジで600ワットで1分ほど温めておく。ピーマンたちを温めてる間、ピーマンとしめじを温めてる間にオートミールに水入れていく。水入れて、でここにコンソメ小さじ1で、軽く胡椒をね、振っておこう。でこれで1回600ワットで1分半ほどレンチンしていく。熱々、あー、いい匂い。温め終わったらよく混ぜてあげよう。フライパンに火をかけて中火ぐらい。フライパンが温まったらオートミールをここにね、入れていく。シュワー、で丸くピザの形にしていく。こういう風にね、丸くピザの形にして固まるまでね、少し待つ。ちょいちょいね、こうやって押さえつけてあげるとしっかり固まってくれるから、上からこうシューって押さえつけてあげる。ちょいちょいね、優しくね、優しく。だいたいこの縁ら辺が固まってきたら、次にね、仕上げ、まずね、ケチャップをね、かけていく。でスプーンでね、ちょっとね、伸ばしていく。僕は、まあ、いつもね、ケチャップはだいたい小さじ1から小さじ2ぐらいにしてるかな。次にチーズを 10g ほどね、まんべんなくかけていく。で次、鶏胸肉をほぐしてかけていく。次にね、しめじくんたちもね、かけていく。ピーマン、ピーマン、こんな感じかな。でそうするとね、チーズもいい感じにとろけてきてくれるんで、もうこれでね、火止めて完成。そしたらね、はい、こんな感じでできたので、わい、めっちゃいい感じじゃない。フライ返しでやってあげるのがポイント。フライ返しで、こう、下からこうね、こうちょっとこう隙間からこう、すくえ上げるような感じ。で、ちょっとね、崩れちゃったら、ちょっとごまかす。味が美味しければいい。そしたらね、バジルかけてあげて、胡椒もね、かけてあげる。はい、では、できました。ダイエット中でもピザが食べられる、オートミールピザ。ここに配置して、はい、チーズ。チーズだけに配置。はい、ということで、できたので食べていきたいと思うよ。いただきます。もちもち、カリカリ。いや、ピザの味。試写購入したらこれピザだからね。いや、美味しい。チーズが濃厚で食べ応えもめちゃくちゃあるし、しかもカロリーは274キロカロリー、タンパク質が 25g も取れてね、脂質が 6g、 糖質 30g、 やばくない？こんなに満足できてこのカロリーだったら、もうダイエットももう続けられる。でね、オートミールのダイエット効果としては、やっぱ食物繊維が豊富で便秘の解消に役立つ。あとはビタミン、ミネラルが豊富で代謝を高めることで痩せやすく太りにくい体っていうのを作ってくれる。だからすごくダイエットにもおすすめ。なのでダイエット中にピザが食べたいという方は、こうやってオートミールでピザを作ってあげて食べてあげると体にも良く、ピザの気分も味わえて美味しく楽しくダイエットを進めることができるから、ぜひ作ってみてね。ダイエットは食べたい気持ちをね、我慢するとやっぱストレスも溜まるし、継続もできないから、ダイエットってね、イベントじゃなくて、やっぱ継続、習慣、
が大事になってくるからね。せっかくやるなら楽しんでダイエットを成功に導いてあげよう。他にも美味しいねダイエットレシピ、痩せるタクトレとかもあげてるからぜひ見てみてね。他にも気になるダイエットレシピや悩みがあるという方はコメントで教えて、これからもダイエットに役立つ投稿をしていくよ。ぜひチャンネル登録と高評価よろしく。それではまた次の動画でお会いしましょう。また。